レーモン・サビニャック。1988年トルービル・シュルメールの自宅にて、レーモン・サビニャックはフランスのポスター画家。通常、単にサビニャックと呼ばれる。特に数々の商業ポスターは、今日のフランス文化の一部を成しており、シンプルな機能美とユーモラスな筆致が特徴である。1907年11月6日にパリで生まれた。独学でデザインを学び、 1935年からカッサンドルの設立したアリアンスグラフィックでカッサンドルの指導の元ポスターを描き始める。1949年になってモンサボン社の牛乳入り石鹸の広告で成功を収める。サビニャックは僕は41歳の時にモンサボンの牛のおっぱいから生まれたんだとよく語った。1979年に ノルマンディの海岸リゾート地トルービルシュルメールに移り住む。当地のトルービル私立ビラ、モンテベロ美術館、ムーゼイ B 社モンテベロには数百枚のポスター、絵はがき、下絵、リトグラフが収蔵されており、現在では、別館ゴルディージュ・ムーゼイを中心に定期的に展示されている。海岸の遊歩道、レ・プランチェスにも作品が展示されており、サビニャックが、 トルビル氏や地元のクライアントのために描いた作品を見ることができる。またトルービルシュルメール市内ではサビニャックのポスターがあちこちで街角の壁画となっている。これら約12の場所を回るサビニャックの足跡巡りが散歩コースになっている。2002年10月31日、カルバドス県トルビルシュルメールにて94歳で亡くなった。特にイブロベール監督のワンパク戦争、 ワンパク旋風、ロベールブレッソン監督の湖のランス炉が知られている。ありがとうございます。